ピーコちゃん！くるみちゃん？思い出したの。え？ちっちゃい頃、ここでミーコちゃんに変わらないでってお願いしたこと。大事なことなのに、忘れててごめん！くるみちゃん。いつものミーコちゃんじゃなくなっちゃっても、全然気づかなくて。私、ほんとバカだよね。ううん、それはくるみちゃんだけじゃなくて。あのね、私、やっぱりいつものミーコちゃんのままでいてほしい。いつものミーコちゃんと、これからもずっとずっと、一緒にいたい。ごめんなの。ミーコちゃん。くるみちゃんが覚えてないって分かって、ミーコ、意地悪な気持ちになってたの。くるみちゃんはミーコのこと、あまり大事じゃないのかなって思って、胸がギュってなったの。でも、ミーコもずっとこのままだったらどうしようって、本当はすごく不安だったの。そうだったんだ。ごめんね、ミーコちゃん。ううん、ミーコもちゃんとお話しすればよかったの。変わらないでっていうあの頃の気持ち、変わってないよ。ミーコも、くるみちゃんとずっとこのまま。あ、はい、これどうぞなの。これ、くれるの？うん、ありがとうの気持ちなの。ありがとう？なんで？私は謝りに来たのに。いいのいいの、今日はホワイトデーだからなの。ミーコちゃん、あの時と同じこと言ってる。なの。懐かしい。変わらないね、このキャンディ、ずっと。とっても甘くて美味しいの。そういえばミーコ、昨日店長さんが言ってたこと分かった気がするの。言ってたこと？ずっと一緒にいられるお友達は宝物ってお話のことなの。くるみちゃんはミーコの宝物でいてくれる？もちろん、おばあちゃんになってもずーっと一緒だよ。はい、なの。あれ、今の、そういえばあの時も。あ、このキャンディ、ありがとうって書いてある。あのね、くるみちゃん、ミーコとずっとお友達でいてほしいの。うん、じゃあ結婚しよう。え、結婚？うん、そうすればおばあちゃんになってもずーっと一緒だよ。だから結婚しよう。はい、なの。やっぱりくるみちゃんは昔と変わってないの。